こんにちは、ビハイヤ株式会社の松村です。弊社アニメゲーム漫画協会の求人サイト、こちらラクジョブ運営しておりまして、まあ、今回ですね、一つ、まあ、会社さんの選び方に関してお話しさせていただきます。まあ、一つ極端な例ではあるんですけれども、トイレが綺麗かどうかってこれすごい大切なんじゃないかなと思うんですよ。まあ、それって多分全体の中での一現象でしかないんですけれども、トイレが汚い会社ってあんまり良くないと思うんですよね。そこだけで判断するなっていう話はそうなんですけど、まあ実際会社行ってみて、トイレをお借りしますって、まあそれはかなりですね、難しい話でもあるかと思うんですけれども、まあいざ働いてみたらトイレ汚かった、あるいは会社全体がそれによって汚かった、それを気にしない環境であるって、それがいいかっていうとなかなかそういうこともないんじゃないかと思います。まあ綺麗なところで働いた方が、まあ普通に考えていいと思いますし、まあ、あるいは汚い環境をですね、そのままにしておくっていうのは、その働いてる人たちが、その環境を許してる、まあ、自分にとってそれが居心地がいいからなのか、あるいは居心地が悪くてもその会社っていう環境を他人事のように考えてしまっているのか、どっちかだと思うんですけど、まあ、後者の人たちばっかりじゃないと思うので、やっぱりちょっとおかしいんじゃないかなと個人的には思います。まあ、綺麗好きな人からしたらっていう話になっちゃうかもしれませんが、まあそれでもですね、会社を選ぶ際の、まあ、一つの、ポイントとして、まあそういったですね、トイレをはじめとする、いろんな、会社の綺麗さっていうのはポイントになってくるかと思います。まあそれ、例えば建物だけだったら見えますし、まああるいはアニメゲーム漫画っていうところで言えば、ちょっと実際に働いているところをお見せしていただけませんかと、まあ、そういう相談もできると思いますし、まあ、それで見えてくる部分もあると思います。まあ、なので、ぜひともですね、そういった観点から、まあ、実際にこれ面接とか、会社、訪れてという時の話ですが、参考にしてみていただければと思います。で、まあ、そのためにもですね、いろんな会社見てみていただければとは思いますので、そのためにもですね、求人の情報をこちらで、いろいろ提供しております。ぜひ興味のある方いらっしゃったら一度ラクジョブ検索してみてください。どうぞよろしくお願いします。それではザバーン。